こんにちは、ザワチャンネルです。ザッツエンターテイメント、お楽しみの時間がやってまいりました。今日、皆さんね、お届けする、トラックレースは第31回金栗記念選抜陸上中長距離大会グランプリ種目男子 5000m 最終組、こちらの模様ですね、楽しく、そしてアグレッシブに、お届け、したいなと、思っております。さあ、なんといっても、今年、世界陸上ブダペスト大会、参加標準記録突破を目論む、日本、長距離界の精鋭がね、こちら、エントリーしております。坂東選手、塩尻選手、佐藤選手、そして吉岡選手と、さあ果たして、この4人がね、参加標準記録このタイムにどこまで迫ることができるのか、大注目で行ってみたいなと思います。それではスタート、行ってみましょう。さあ、スタートいたしました。第31回金栗記念中長距離選抜、グランプリ種目男子 5000m 最終組と、さあいうことなんですけれども、まあね、今大会、今年のね、世界陸上につながる、まあ、大事な、レースのね、一つともなると、思っておりますので、でも皆さん、参加標準記録がね、まあ、この前のオレゴン世界陸上、あの時が13分13秒50というね、これまた高いね、参加標準記録だったんですけれども、まあ、今回のブダペスト大会、またさらに、参加標準記録はね、上がりまして、13分7秒00と、あの、大迫傑選手のね、日本記録をもってしても、このタイムに届かないというね、とんでもないタイムが、今回の世界陸上ブダペスト大会、設定されておりますので、まあ、まあ、今大会でね、ちょっとこの13分7秒というのは、厳しいとは思うんですけれども、まあ、このタイムにどこまで、迫れるか、トップタイムはね、今回、塩尻選手の、13分16秒53、まあ、このタイムが日本人、トップタイムとは思うんですけれども、まあ、そうですね、最低ラインとしても、まあ、13分20秒切り、まあ、このあたりですよね。で、塩尻選手、そして坂東選手にはもっとさらにね、自己ベストの更新、このあたりをね、目標に頑張って、いただきたいなと思います。さあ、先頭は九電工ベナード・コエチ選手。もうあの日本のね、日本新記録の裏にこの選手ありと、言ってもね、過言ではないこの安定感、そして強さもあるね、ベナード・コエチ選手、九電工が現在先頭を引っ張っております。コエチ選手もね、昨年はなんと、1万メートルの方ですけれども26分台をマークということで、乗りに乗っている選手でも、ありますので、さあこのあたりしっかりとね、このハイペースに乗っかって日本人選手頑張っていただきたいなと思います。さあ、先頭変わりました。キプラガット・ベンソン選手、スバルが引っ張ります。 800m を通過いたしました。2分11秒65秒と、さあこのタイム、大体ですね、13分、まあ、20秒前後のタイムというのが、まあ、400m、64秒というあたりのタイムが、目安となってくるので、ちょっとね、1周目も 400m 66秒と、遅いペースで入っているので、まあ、かなりちょっと、スローペースで、13分20秒を、超えるためにはですよ、ちょっと遅いペースでね、現在、1キロ通過いたしました。2分42秒と、さあ果たして、このタイムが後半どのようにね影響してくるのか。あ、そうですね、やはりちょっとペースが遅いとみて、キプランガット・ベンソン選手がですね、ちょっとペース上げてますよね。ちょっとこのままでは13分20秒厳しいよと、いうことで、キプランガット・ベンソン選手しっかりとペースを上げております。そして2番手、こちらがですね、まあ、今年、そうですね、まあ、これからの大学陸上界、まあ、最も注目すべき選手となるんではないかなと、腰ナンバー7番、ゼッケン304番、東京国際大学新留学生、リチャード・エティーリ選手。さあ、すでに今、日本大学生のね、学生記録っていうのは、イエゴン・ヴィンセント選手が、持っていると思うんですけれども、ほぼそのタイムと同じタイムを持って今回ね、日本に乗り込んできていると。
ゼッケン305番の、アモス・ベット選手とともにかなりね、今季の、大学陸上界も荒れてくるんではないかなと。さあ最後尾には吉岡大人選手、順天堂大学ルーキー、まあ、昨年のですね、高校新記録、しかも佐藤圭太選手の記録を大きくね、上回る、高校新記録ということで、さあ現在ね、集団の後方で位置しておりますけれども、まあ、おそらくやはり去年の、GGN 延岡の時のように遠藤日向選手も、序盤は、集団後方でね、レースを進めていたんですよね。やはり先頭に食らいついていくと、まあ、かなり、ペースメイクにムラがあるケースがね、多いということを知った上でのこの遠藤日向戦法ですよね。これをね、吉岡選手、取っているんじゃないかなと。さあ後半の吉岡選手の動きですよね、こちらにも注目していきたいなと思います。さあ元気がいいのはこちら駒澤大学2年生佐藤圭太選手、ゼッケン12番イエローナンバーが光っております。そしてその横には今季も絶好調、もうロードの天才、クロカンの天才、そしてトラックの天才と言ってもいいでしょう、富士通塩尻和也選手が、佐藤圭太選手の横で、レースを進めております。さあ佐藤圭太選手もね、アメリカ、コロラド州にね、短期留学いたしまして、オンアスリートクラブレイゼン・リッツハイン選手、もうアメリカ陸上界のレジェンドでもあるんですけれども、この方がコーチしているアスリートクラブにね、武者修行に行ってからの今回の、金栗中長距離選抜出場ということで、さあ果たして、まあね、短期間での調整になってくると思うので、まあ、かなりね、状態的にどこまで上がってきてるのかっていうのはちょっと疑問視するところはあるんですけれども、さあしっかりと、頑張っていただきたいなと、思います。さあ 2000m とっくに通過しております。5分24秒、2分42秒。さあ 1000m は2分42ということで、ほぼほぼ 1000m の時の通過とね、同じタイムでこの 1000m も通過してきているということでしょうか。思ったよりねペースが上がらないですね。ちょっとかなり、行われた時間帯もね夜8時ということでね、この時期としてはかなり寒いね、コンディションで、レースをしているので、この辺りの体の動きですよね、なかなかエンジンがかかるまで、時間がかかるのかなというところもあるとは思うんですけれども、さあまもなく、2400m を通過いたします。 2400m 6分31秒、この1周67秒と、さあかなりちょっとねなかなかペースが上がらない、厳しいレース展開と、なってまいりました。現在、先頭を引っ張っているのは、東京国際大学新留学生304番、リチャード・エティリー、そしてその後ろが九電工ベナード・コエチと、さあ果たしてちょっと坂東選手が、集団からこぼれてきたでしょうか。まあ、なかなかね今季ちょっと調子がね、上がってきてはいないんですけれども、まあ、ここはしっかりとね、食らいついて、行っていただきたいなというふうに思います。まあ、かなりペースが安定しないので、まあ、この辺りですよね、ちょっと外国人のねペーサーも苦しんでいるのかなというね、この 400m の刻みとは思うんですけれども、さあリチャード・エティーリがバックストレートを引っ張っていきます。2800m を通過いたしました。7分37秒、この1周66秒と、さあやや戻してきたでしょうか。佐藤圭太選手そして塩尻和也選手の位置はほぼ変わらず、そして吉岡大人選手も集団後方でチャンスを伺っている様相と、さあ東京国際大学新留学生2人がね先頭でまもなく 3000m を通過しようかというところです。さあ 3000m 通過いたしました。 3000m の通過は8分9秒、2分45秒と、さあちょっとねペース落ちましたよね。さあここから後半戦果たして、どこまでね、上げてくることができるのかなというところではあるとは思うんですけれども、さあ小市黒崎播磨のエマニュエルは現在4番手と、
まあ、このね、今年のニューイヤー駅伝の2区をね沸かしたケニア人がね、盛り上げてくれてますよね。さあ動きはありませんが、おっと吉岡弘人選手がちょっと 3200m から、集団こぼれてきたでしょうか。そしてそれに代わりましてペースを上げてきたのは塩尻和也選手。現在ベナード・コイチの横3番手あたりに陣取ります。さあ佐藤圭太選手が、アウトコースからさあ果たしてちょっとね佐藤圭太選手がずっとこの2レーンですかね、内側よりちょっと外側を走っているのがね気になるんですけれども、さあ足元にはね、オンの、スパイクシューズが、光っております。このまま、やっぱりオンと契約してトラックはね行くのかなという感じもしますけれどもね。さあ塩尻和也選手は現在3番手。このあたりはやはりさすがの安定感、そしてさすがの強さといったところでしょうか。さあまもなく、3600m こちら通過いたしました。9分46秒、65秒、さあ上がってこない。さあここからブチを入れていきたいところですが、なかなかペースが上がらない。さあ吉岡弘人選手完全に張られてしまった、まあ、やっぱりね、佐久長聖高校から、順天堂大学と、がらりとねやっぱり、環境変わりましたからね、まあ、この辺りのね順応力ですよね、まあ、なかなかね、時期的にも厳しい時期だとは思うんですけれども、さあ佐藤圭太選手がガッと、集団後方、まあ、ここはね粘っていきたいですよね。ただちょっと遠回りしてるのがね佐藤圭太選手気にはなるんですけどもね、まあ、これも練習の一環として、位置づけているのかもしれないですけれども、さあそして、塩尻和也選手は現在 1,2,3、4番手5番手あたりでしょうか。さあなかなか、ペースが安定しない中苦しいレースが続いております。4000m を通過いたしました。10分53秒、この1周67秒。さあどうした。まあちょっとね特に、この東京国際大学新留学生、エティーリ選手、ベッド選手、まあ、日本でのこういったレース経験もまだね、タイムはあるんですけどね、浅いと思いますので、なかなかこの辺りがね、難しいところなのかなというふうに思いますけれども、さあラスト2周 800m、 さあここからペースを上げていきたい。さあちょっと佐藤圭太選手苦しくなってきたのか。塩尻選手はまだ余裕ありそうですよね、淡々とペース刻んでるなっていう感じはあるんですけれども、ちょっと佐藤圭太選手は逆に、集団に追いつくためにこの力をね、使っているような、感じもいたします。さあ間もなく 4400m、エティーリ選手を先頭に通過いたしました。11分58秒。さあこの1周65秒と、さあペースが上がらないまま最終ラップに突入しそうだ。さあこれはフィニッシュラインを越えてからの用意ドンスパート合戦に、ね、なるんじゃないかなとも思うんですけれども、さあ佐藤圭太選手もアウトコースからしっかりとまだ諦めていない。さあラスト1周の鐘が鳴って、さあ誰が飛び出すのか。依然先頭はエティーリ、そしてアモス、そして3番手にはキプランガット・ベンソン、しかし上がってきた、塩尻和也上がってきた。さあそれにこうするかのごとく佐藤圭太も上がろうとしている。塩尻先頭、エティーリベッドを抜き去りまして塩尻が先頭。さあベッドにも力が入ってきた、拍車がかかる。アモスベッドが塩尻をかわす。さあ 4800m を通過いたします。タイム12分58秒60秒。さあエマニュエル来た、さあエマニュエル来た、さあアモスベッドどうだ、エティーリも上がってくる、粘る塩尻。さあどうだ、ホームストレート、フィニッシュラインはすぐそこ。さあエマニュエルが1着でフィニッシュ。そして2番手はアモスか、3番手エティーリ、4番手に塩尻、そして佐藤圭太、この位置でゴール。
さあタイムの方、そうですね、塩尻選手は13分25秒6秒あたりでしょうか。それの後に佐藤圭太選手がね続く形。さあ吉岡博人選手帰ってまいりました。タイム13分55秒6秒あたりでしょうか。そして坂東雄太選手、東京オリンピック日本代表、この位置でのゴール。あ、ちょっとね足を押さえてますね。途中で何かアクシデントがあったのかもしれないですけれども、さあ佐藤圭太選手電光掲示板を見つめます。さあ走りはどうだったのか。ちょっとねけど、終始アウトコースといいますかね、2レーンを走っていたイメージがあるので、ちょっとかなり距離的にロスしてるんじゃないかなと。さあ富士通坂東選手、そして塩尻選手、まあ、塩尻選手はねタイムこそ20秒切りなりませんでしたけれども、まあ、ああいったメンバーの中で、まあ、しっかり戦えた、まあ、こういったねところが今の表情に出てきているのかなというふうにも思います。さあそれでは、まあ、もう一度ですね、まあ、ちょっと終始ペースが安定しないレースとはなったんですけれども、改めまして最後の1周振り返ってみたいなと思います。さあこちらがラスト1周前のホームストレートですよね。さあこの位置ではまだエティーリ選手が先頭と、そして鐘が鳴りまして、さあエティーリ先頭で突っ込む塩尻選手、佐藤選手、まあ、ここでねちょっと佐藤選手が出ようとしたところで、塩尻選手がちょっとあの集団のポケットになることを嫌ったんでしょうね。スッとアウトサイドに出て、こっから加速。さあラスト 300m で加速塩尻選手、しかしそれを逃がさないのがアモスベット、そしてリチャード・エティーリ、そしてエマニュエル・コリルと、やっぱコリル選手のやっぱスパート力もここはねやっぱりすごいですよね。さあグッと加速してきます、グッと加速してきます。ちょっとこの加速にね塩尻選手ついていきませんけれども、この位置でしっかりと粘りたいところ。さあエマニュエル・コリルが最終コーナーを回りまして、コリル、そしてベット、その後ろにエティーリ、そして塩尻と、でベンソン・キプロのコエチが並んでいると、でコリルが1着、そして4着に塩尻選手と、で遅れてさあ佐藤圭太選手というところでしたけどもね、まあ、しかし最後の、ラップですよね、ファイナルラップ、おそらくトップのねエマニュエル選手が、まあ、55秒、そして、塩尻選手も57秒でね、最終回、ファイナルラップを上がってくると、最後の周回はね、60秒切りの、高速ラップと、なった模様です。さあ果たして、まあ、各々ね、課題いろいろと見えてきたとは思うんですけれども、まあ、今回本当にね、13分7秒00、これがあのブダペスト大会の世界陸上参加標準記録であります。まあちょっとね突破っていうのはねなかなかいろいろな条件が、噛み合わないとね、本当さらに、難しい、タイムに設定されていると思うんですけれども、まあ、あとはあの世界ランキングですよね、ランキングポイントの高い大会でいかに、着順、順位でね、ポイントを稼いでいくか、まあ、このあたりも、世界陸上に向けてね、大きな、出場する、要因の一つとも、思いますので、さあこの辺りもね、しっかりと、注目していきたいなと思います。第31回金栗中長距離選抜グランプリ種目男子 5000m 最終組、この辺りで、失礼させていただきたいなと思います。ありがとうございました。